皆さん、こんにちは。ルネサス問い合わせ窓口です。この動画は3話連続の中の3話目です。前回はマイコンのポート機能の出力機能を使って LED を点灯させる設定についてご説明しました。今回は実際に LED が点灯するかどうかの動作確認を行ってみましょう。ここでは、 E、エミュレーターを用いてオンチップデバッグにより確認します早速プロジェクトを起動しビルドした結果をデバッグツール E1 にダウンロードしてみましょうダウンロードした直後の画面イメージを次の図に示します実行の制御は右上の赤く囲んだ部分のボタンをクリックすることで行います このイメージの下側の黄色になっているところから実行されることになります。通常は周辺機能の初期化が完了してメイン関数の先頭で停止した状態になるのですが RL78 時時点ではソフトウェアでのブレークが使えずハードウェアでのブレークだけとなります。このためメイン関数の最初に呼び出されている アールメインユーザーイニット関数のところで停止した状態でスタートしています。この場合ですとメイン関数の先頭に設定したブレークポイントから数命令スリップしたところでブレークがかかっています。メイン関数には LED を接続したポートを操作する命令と確認しやすくするための命令が 並んで記述されていますその最初の部分は次のようになっています最初がポートを操作する命令ですここでは P0.0 に対してビット操作で1を代入しています次の2行は点灯状態を確認するためにプログラムの実行を停止させるためのものです 実行ボタンをクリックしてプログラムを実行すると P00 からハイレベルが出力され LED1、左の赤い LED が点灯します。その状態で CPU はホルト命令を実行して停止します。そこで停止ボタンをクリックし実行中のプログラムを停止させブレークさせることで デバッガが動作状態になりますこの時のデバッガの画面イメージを次の図に示しますここでノップの行が黄色く表示されていますこれにより p0.0 イコール1とホルトが実行されノップの実行前で停止していることがわかります続けて 次のように P0.0 に0を設定してローレベルを出力するので LED は消灯します。参考としてこの処理をアセンブリ言語を用いて記述すると次のようになります。今度は LED2、左の青い LED の点灯と消灯です。引き続いて LED3、 右の赤い LED、LED4、右の青い LED を制御します。ここまでは、ポートを1本単位で制御する場合、ビット操作の処理例です。ここからは、ポートをまとめて制御する方法での制御です。最初に、一番簡単な代入により、 左側の LED の赤と青を同時に点灯させます。次に、ポートに対する論理和演算を行って、右の LED の赤を点灯させます。次に、排他的論理和の演算を行って、二つのビットを反転させ、左の LED の赤を消灯し、同時に 右 LED の青を点灯させます。次に、論理石演算により、左の LED の青を消灯。左の LED は消灯させます。最後に代入で、すべての LED を消灯します。以上のように、ポートに対して代入、ムーブや演算処理を行うことで、 簡単に LED の、つまりポートの制御が実現できます。本来内蔵周辺機能の制御レジスタ、SFR にはこのような塩酸処理は行えないのですが、ポートの場合には FFF00 から FFF0F のアドレスに配置されていることにより、ショートダイレクトアドレッシング領域、 SR ドラー領域として扱うことができ、SR ドラー領域としてこのような演算が可能になります。この方法でプログラム効率を向上させています。以上、マイコンのポート機能の出力機能についてでした。